今年は雪が少なくどうなるか分かりませんが、昨年横手の鎌倉祭りへ行ってきました。横手川の蛇の先橋から河原を眺めるとたくさんのランタンが飾られておりました。綺麗でした。すげえなあ、大変やったやろな、これ作るの。すごい。町の中心部の近くでは出店がたくさん出ておりました。そして鎌倉が至る所に作ってありました。空いてるところを探して中に入ってみました。結構広いな。人が立っても全然大丈夫なぐらい広いです。甘酒を振る舞っているところもありました。横手南小学校へも行ってみました。ミニ鎌倉がこちらもたくさん飾られておりました。すごいです。ミニ鎌倉はかっこいいな。今年は本当に雪が心配ですが、2月の15、16日に行われるようですので、また行ってみたいと思います。